アスカキオエクストリームサイエンスアスカセミナール三十三。それではアスカ先生よろしくお願いします。どうもでした。どう、はいね、ご参しておりました。はい、はい、皆様お待たせいたしました。はい、久しぶりに椅子回転の儀式もできましたし、本当に久しぶりに今日の回り具合はいかがですか。はい、あ、良かったですね。久しぶりですからね。そうですか。まあアイスコもりの儀式はできなくてでしたけどね。 ありましたね。うん、こちらもね。はい、はい。じゃ、今回もたくさんの質問いただきましたので、はい、早速1枚目、うん、1> こちらから参りましょうね。アスカさんはじめ円盤屋の皆さん方、いつも勉強させていただきありがとうございます。お釈迦様は一体何のために生まれてあのようなことを試されたのでしょうか？教え願えれば幸いです。はい、あのー、重要なことはお釈迦様。まあ ブッダともね、ゴーダムシッタルーダーですね、はい、えと彼は、まあまあ、王子ですよ、はいまあ、サカ族のね、うん、で、だいたい場所は、まあ、インドじゃなくて、まあ、インド北部のネパール、いや現在の国境線でネパールに住んでいましたね、で実はあそこはアーリア系じゃないんですよ、はい、ほとんどはモンゴロイドです、あのチベット系ですね。うんで えー、サカ族というと騎馬民族なんですよ実は、えー、これウィキペディアで見てもちゃんと載ってますサカ族ウィキペディア、えー、で中近東まで始まったんですよということはイスラエルのすぐそばにいたということですから、うん、で、えー、重要なことがいくつかある中でもし釈迦が生まれる理由としたらまあ飛鳥秋夫が解釈するにあの彼の人生はほぼ イエス・キリストの生涯とほとんど同じなんです。うん、最後、水の上をやることまで全部一緒です。と、はい、いうことはあの、同時に釈迦はやがて自分が伝えるこの、まああまあ、ただ仏教って言いませんけど、ねうん、ものは必要なくなると。はい、これはマッセという言い方ですね。えーうん、ということは仏教はなくなってもいい。はい、でなぜなら本物が来るからうん だから、五百数十年後にイエスが生まれてますから、ひな、まあ、形の役目と思えば、ええまあ、アジア、あのあたり一帯、うん、後に一っていうのもやってくるんですけど、はい、あのバトンタッチ、うんまあ、梅雨払いの役目であると、それを予言したということですよ、うん、横綱というのは救世主が来ると。はい 自分はその前の地ならしに来ていると。